6月5日は、グレゴリオ歴で年始から156日目にあたり、年末まで、あと209日ある。言葉条項、上級の乱を起こす、アンクルトムの小屋の連載開始。画像は1852年の初版本の差し絵山本56の、国葬マーシャルプラン発表。画像は、マーシャルプラン援助による西ベルリン復興工事。 アメリカ合衆国の有人潜水調査艇アルビン号、収益第三次中東戦争開始、イスラエルの占領地域は4倍以上に、鎌倉幕府第8大執権、北条時宗。現行を退けた経済学者、アダム・スミス誕生。科学者、ヨハン・ガドリン。イットリウムを発見眼下に物理数学的方法を応用した眼界。 アルバルグルストランドアイルランドの独立運動指導者、ジェームズ・コノリー・メキシコの革命家、パンチオ・ビリア経済学者、ジョン・メイナード・ケインズ。文化人類学者、ルース・ベネディクト。代表作、聞くと、刀、詩人・ガルシア・ロルカ。ピアニスト、マルト・アルゲリッチ三条天皇ボツ短編小説の名手王、ヘンリー・ボツ第40代アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガン・ボツ作曲家。 カール・マリア・フォン・ベーバー・ボツ。マダンの伊手より序曲を聴く画家ジュール・パスキン自殺。画像は、ミミ・ローランの肖像をジャズ歌手、メルト・トーメボツ。ありがとうございます。